ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ、魔理沙ちょっと聞いてよー。おいおい、急にどうしたんだよ霊夢。最近 YouTuber の活動をしている人がすっごく増えたように思わない？ああ、確かにジャンル問わず、様々な人が活躍するようになってきたぜ。YouTuber 界も達したようになってきたって感じがするわー。しかも中には、病気になりながらも活動している YouTuber もいるからな。え、そうなの？一体どんな人物なのか気になってきたわ。詳しく教えてくれない？なら早速紹介していこうか。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず紹介する YouTuber は、リオナちゃんだ。チーリオチャンネルという YouTube チャンネルで活動しているぞ。あらー、すごく可愛らしい女の子じゃないの。愛らしい見た目に反してかなり口が達者な女の子なんだぜ。リオナちゃんがパパにお説教する動画は、シリーズ化するほど人気があるんだ。すごいわね、大人にお説教するなんて結構おませさんだわー。ああ、見た目と中身のギャップがすごいよな。きっと賢い子なんでしょうねー。ユーモアのセンスも抜群にあるし、頭の回転は早いと思うぞ。リオナちゃんが話している関西弁もキレが良くて、芸人かおまけよね。彼女はもともと、お笑い芸人のことが好きで、真似して遊ぶ動画も投稿してるからな。だから動画の中でも、あんなに面白い返しができるのかしら？ああ、真似しているうちに身についたのかもしれないぜ。そういえば、リオナちゃんって何歳くらいなの？リオナちゃんは、2023年3月3日に誕生日を迎え、6歳になったみたいだ。へえ、まだ6歳なのに、あんなしっかりとした話し方してるのね。子供だとは思えないほど大人っぽい話し方をするよな。うんうん。YouTuber として大人気のリオナちゃんだが実は、先天性疾患を抱えているんだ。ええー、そうだったの？ああ、だから彼女の身長が低いのも持病が原因なんだぜ。小さくて可愛らしい子だなとは思っていたけど、そんな理由があったのねー。ちなみに、リオナちゃんの身長は93センチで、だいたい3歳くらいの子と同じくらいのサイズらしいぞ。じゃあ、他の子はもっと大きいってことかしら？同世代である6歳の平均身長は、116センチほどと言われているからな。ふむふむ。リオナちゃんは生まれた時から様々な疾患を抱えており、入退院を繰り返していたみたいだぜ。赤ちゃんの頃から大変な思いをしてきたのね。そして、リオナちゃんは治療のために、背骨の手術を受けているんだ。そうなのねー。しかし、この手術の影響で彼女は歩けなくなってしまったんだぜ。嘘でしょ？ああ、信じられないよな。そんな状況でも、リオナちゃんは諦めずに再び歩けるよう、日々頑張っているんだ。明るくて元気いっぱいなリオナちゃんに、そんな過去があったなんて。ご両親は、ポジティブなリオナちゃんの姿を YouTube に投稿することで、病気について知ってもらい、娘のような子を受け入れてくれる社会を作りたいそうだぜ。続いて紹介する YouTuber は、水木さんだ。彼女は、サニージャニーという YouTube チャンネルを、後に夫となる浩平さんと共に開設したんだぜ。一緒にチャンネルを作るなんて、相当仲がいいのねー。水木さんと浩平さんは、二人で車中泊をしながら旅をするくらい仲良しだからな。なんて羨ましい関係なの。しかも車で旅行って楽しそうだわー。宿に泊まるような旅行とはまた違った面白さがありそうだよな。いろいろな土地の景色を見れそう。新幹線などと違って、ゆっくり風景を眺められるポイントもいいよな。うんうん。二人は車でずっと旅行していたの？ああ、軽キャンピングカーに乗って、日本一周するのを目標にしていたらしいぞ。ひゃあ、そりゃまた一大プロジェクトねー。日本一周の旅を始めた頃、二人はまだ婚約関係で、旅が終わったら結婚する予定だったんだぜ。わあ、結婚がゴールなんて素敵な旅。当初は旅も順調だったんだけどな。え？もしかして、何か起こったの？実は、旅の途中で水木さんが、膵臓がんだということが発覚するんだ。なんですってー？しかも、水木さんのがんはステージ4まで進行していたんだぜ。ねえ、マリサ、ステージって一体何のことを表しているの？ステージというのは、がんの進行度のことで、0から4まで段階があるんだ。ほうほう。数が大きいほど、がんが進行していることを表しているぞ。じゃあ、水木さんのステージ4って相当ヤバい状況なんじゃないの？ああ、末期に近いと思うぜ。マジで？しかも医師からは、
このまま放置していると水木さんの余命は4ヶ月だと告げられたんだ。4ヶ月？急いで治療しないと大変なことになっちゃうじゃないの。だが、抗がん剤治療をしたとしても余命は長くて2年ほどと言われたそうだぜ。きっとショックだったでしょうね。水木さん本人だけでなく、浩平さんも衝撃を受けたと思うぜ。自分の愛する人の余命が短いなんて辛いに違いないわ。そうだよな。治療に専念するためにも、二人は日本一周の旅を一旦ストップしたんだ。残念だけど、体を大事にするためにはしょうがない決断だと思うわ。本来は、旅の最後に結婚をする予定だった二人だが、少しでも長い間、夫婦でいたい、という浩平さんの思いから、水木さんの闘病中に結婚することを発表したんだ。おいおい、なんで霊夢が号泣するんだよ。だって、感動しちゃったんだもん。でも、がん治療をするってことは、水木さんと浩平さんって YouTuber の活動をやめちゃうのかしら？闘病中も二人は活動を行っていたんだが、あることが理由で今は休止しているぜ。あることって？視聴者の中に、水木さんの病気を疑う人が出てきたんだ。いやいや、なんでよ？どうやら再生回数を稼ぐため、彼女が嘘をついていると思ったようだぜ。ええ？もちろん病気は、嘘などではなく、その証明もされたんだがな。それなのに疑われちゃうなんて辛いわよね。ああ、このことがきっかけで二人はしばらく休止しますと発表したんだ。YouTuber にはアンチがつきものって言うけど、ひどい話だわ。二人にはゆっくり休んでもらって心穏やかに過ごしてほしいぜ。続いて紹介する YouTuber は、ひろきさんだ。彼は夫婦 YouTuber として、妻のあっこさんと共に、世界は逆さま、という YouTube チャンネルで活動しているぜ。さっき紹介したサニージャニーの二人といい、夫婦で活動している YouTuber って結構いるのね。ああ、今回紹介する二人も夫婦で支え合って活動しているぜ。夫であるひろきさんは、脳出血の後遺症によって左半分が麻痺しているんだ。ってことは、日常生活を送るのも厳しいんじゃない？かなり大変だと思うぞ。体の半分が麻痺していると、もったりするだけでも苦戦しそうだわ。ああ、普段から自由に体を使うことができる人には、なかなか理解しづらいと思うぜ。そうよねー。ひろきさんは、自分と同じ悩みを抱える人の、あるある経験なんかも動画に投稿しているんだ。ほうほう。そしてひろきさんとあっこさんが YouTube へ投稿している動画の中には、オンラインでリハビリをしている様子などもあるんだぜ。え、今ってそんなことまでネットでできるの？最近ではリハビリの方法も徐々に変化してきているみたいだぜ。へえ、そんなに変わってきてるなんて全く知らなかったわ。後遺症に悩んでいる人にとっては、いろいろな情報が知れて有益だよな。そうね。ネットで探すにしても大変だし、動画で実際に見た方がわかりやすいと思う。さらにひろきさんは、自身が他人から言われてもやもやした言葉など、当事者ならではの目線で語る動画も多く投稿しているぞ。ほう、そんな動画もあるのね。そして実は、ひろきさんを支えているあっこさんも ADHD という障害を抱えている。ちょっと待って、ADHD って何なの？ ADHD とは、発達障害の一つのことだ。細かい部分を注意することができなかったり、感情をコントロールすることができない障害だぜ。どちらも大変そうね。ああ、後遺症の感知は難しいと言われているし。発達障害は病気でないため、症状を和らげる対処療法がメインになってくるんだ。ならうまく付き合っていくしかないのね。そうだな。あっこさんは、動画の中でカウンセリングを受けたことなども話しているんだ。え、カウンセリングなんてあるの？病院では医師としっかりカウンセリングすることで、ADHD なのか判断するとともに、向き合い方のアドバイスを受けたりするんだぜ。なるほどねー。実際にカウンセリングを受けた人の意見は貴重だし、動画で投稿することで、いろんな人に ADHD のことを知ってもらえそうだわ。ああ、それにあっこさんは、ひろきさんが脳出血で倒れたことにより、それを支える家族の経験なども発信しているんだぜ。へえ、同じ境遇の人は共感することも多いでしょうねー。そういった経験を動画にすることで、病気の家族を支えている人へ理解も広がるからな。最後に紹介する YouTuber は、ニューインくんだ。ニューインって変わった名前ねー。彼は5歳の時に白血病と診断されてから、人生の半分近くを入院して過ごしていたからな。
ニューインくんの名前は、その経験から由来していると思うぜ。そんなにも長い間、病気と戦っていたのか。ああ、ニューインくんは自らを、白血病 YouTuber と称していたんだ。一体どんな動画を投稿していたのか気になるわ。入院生活におけるアドバイスなんかを投稿していたぜ。さらに、入院くんは病気と戦う子供を持つ親御さんに対して、子供が癌になったら、明るく接してあげて、と呼びかけもしていたんだ。入院くんも同じような経験をしてきたから、闘病している子供の気持ちがわかるのね。ああ、動画では自身の経験を交えた、わかりやすい語り口で伝えていたんだぜ。へえ。しかも、入院くんは7歳の頃に、余命5年と宣告された経験もあるんだ。え？当時は妹の骨髄を移植して、奇跡的に助かったがその後は何度も再発や副作用に苦しんだぜ。そんな辛い経験をしていたなんて、びっくりだわ。しかも、入院くんは長い闘病生活の中で、抗がん剤や放射線治療だけでなく、受けられる移植療法を全部してきたんだ。治療法をコンプリートするくらい、ずっと頑張っていたのね。そうだぜ。入院くんは辛い治療に耐えながらも、YouTube では明るい姿を見せていたからな。そんな彼の姿に励まされた人は多いでしょうね。ああ、彼は病気という重いテーマを扱っているにもかかわらず、前向きな性格で、ファンからとても愛されていたからな。入院くんは、今でも YouTuber として活動しているの？残念ながら、彼は2022年9月13日に、亡くなってしまったんだ。そうだったのか。亡くなった数日後には、ニューインくんの初めての著書である、いつか、未来で、という本が発売されたんだぜ。本まで出すなんてすごいわ。著書の中にはニューインくんを支えてくれた家族のことや、普通の学校に通うことで抱えるストレスについても綴っているんだ。そんなに詳しいことまで書いていたのね。ああ、周囲の人が、闘病中の人への接し方に悩んだとき、ヒントになればと願って出版したそうだ。YouTube に動画を投稿したり、本を作ったりして、ニューインくんは、最後まで発信し続けたのね。そうだな。ニューインくんの残したものは大きいと思うぜ。さて、今回の解説はこの辺で終わろうと思うんだが、霊夢はどう思った？YouTuber って撮影や編集したり大変な作業も多いのに、病気になりながらも活動するなんてすごいわ。ああ、治療やリハビリを続けながら活動するなんて、相当ガッツがないとできないぜ。私なら途中でしんどくなってやめちゃうかも。きっと支えてくれるファンや、家族のためにも、元気な姿を届けようと努力し続けているんだろうな。じゃあ、私も熱烈なファンがいれば頑張れるかもしれないってことね。霊夢の場合はすぐにサボりそうだけどな。ちょっと、失礼なこと言わないでよ、マリサ。まあでも、応援してくれる人がいるっていうのは大事なことだろうと思うぜ。モチベーションにつながるもんね。病気になりながらも活動している YouTuber の人たちは、これからも無理のない範囲で頑張ってほしいぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。